皆さんこんにちは。海外移住を応援するナンシーです。今日は日本にいてこれから海外移住したい方向け、日本にいたら気づかない日本のデメリットについてお話ししたいと思います。最近投資の勉強を始めて気づきました。新NISAのおかげで日本での投資のメリットが増えました。10年前は海外移住した方が投資にはメリットがあるように感じた。今はもうそうでもないらしい。でも私は今後も海外で暮らしていたい。日本にいるデメリットが大きすぎるから年々それが大きくなりつつあり、ぜひ海外にいる私たちの実感にちょっと耳を傾けてください。1. 日本語やばい。もうとっくに日本語だけで生きていけません。日本語だけで生きていける時代は2000年に終わりました。 Z 世代の意味は生まれた時からネット環境が整っている時代、身近に SNS がありグローバル化してました。今後もさらにグローバル化が進むので日本語だけでは無理です。今日からでも翻訳機を使って日本にいても外国語を勉強しなきゃ。日本人とだけ日本語だけ使い2050年も行きますか？ただでさえ日本人の人口減ってるのに、シルバー世代が 30% を占めるのに。日本の未来を開くのは若者、私が決めたわけじゃない。外国人に日本語を強要し続けますか？将来水が不足して子供のために英語で買わなきゃならない時が来たら、英語が話せないために交渉できずぼったくられても大丈夫？今世界情勢は私が生まれた後40年で一番悪化しています。いつ何が起きても不思議じゃない。政府が守ってくれなかったら自分を守るのは自分。日本にいたらいろいろ気づきづらいと皆移住者は口々に言っています。英語は話せないとやばいです。海外に出たらほぼ 95% 日本語通じません。 2. 日本円がやばい。日本円で年金もらえるのは嬉しいけど、円の価値は今より半分になったら200万円が100万円になるかも。だから日本語と同じで円だけで一生終わるのは怖すぎる。物価は少なからず上がるので日本国内にいても同じことです。物価が2倍になれば円を2倍払うわけだから、海外に出なければ為替は関係ないわけじゃないし、給料が2倍にならない以上生活は苦しくなります。貯金もできなくなってしまいます。だから日本円以外の通貨も私は欲しい。今はドルとリンギットを定期預金にしています。ドルの金利は 7.0 でリンギットは 2.7 です。ドルの 7.0 は信じてもらえないかな。海外移住者は本当に 7.0 で貯まります。円だけで一生生きていきますか？海外移住をしたらいいってわけじゃないけど、日本は金融リテラシーが低いと海外に出てみると気づかされます。平和ボケしてはいられません。日本も決して安全な国ではなくなり、国や年金が老後を支える時代は終わりましたよね。ないよりはマシな5000円くらいの価値かもしれないし、支払った分が全額戻る保証はありません。それでも年金は払う義務だから払いますが、個人的にはシステムは崩壊してると感じてます。マレーシアの年金は勝手に投資されて55歳になったら増えて戻るから、同じ年金でもありがたさが全然違いますよね。 3. 日本人がやばい。日本が好きだから日本にいるという人ほどあまり日本のことを知りません。日本のことをあれこれ聞かれても答えられない人も多いです。漠然と日本が好きに過ぎないことも多いです。何でも良いけど、例えば和食の基本、出汁の取り方を外国人に説明できるかとか、外国にいるとより日本のことをあれこれ聞かれます。今の日本がどんな感じか知るには外から見た目も必要かと思います。単に海外に興味がないでは失礼になってしまいます。マレーシアに住んでいて悲惨なこと、現地の方々と交わらない失礼な態度の日本人、目の前に私がいるのに目を合わせず、まるで透明人間みたいな扱いだった。実際によくモントキアラでよくある話で、私たち日本人の耳に入る日本人の評価です。特に自分の意思ではなく家族のために移住してきた場合はそうみたいです。日本人同士の付き合いしか興味がなく、同じ学校のママと分かっていても相手がマレーシア人だと存在無視、
すごい日本人らしい行動ではありますが、マレーシア人の友達がその話をしていて、聞いた側の私たちは悲しくなります。同じ日本人だからわかるし、同じ日本人だけどわからない。よく日本人のおもてなしはすごいとオリンピックあたりから勘違いされてますが、英語を話せないのに最低限のコミュニケーションを取れず、戸惑う外国人をどうおもてなししてるの？ホテルスタッフはなるべく外国人の接客をしないように避けてます。で、ナンシンさんお願いと外国人担当になりました。ちなみに一時帰国中に調子の高級ホテルで1ヶ月働いた時の話です。日本はいろいろマレーシアより遅れています。マレーシアなんかおもてなし天国ですから。やはり昔から異文化交流が好きな人や日本以外の国に刺激を受けたい人は海外移住向いてます。自分の可能性を広げたい人や視野を広げたい人も向いてます。日本に疲れたなって人、海外でビジネスをする人もたくさん出会うし、チャンスはあちこちに転がっています。日本人で良かったと改めて実感したい人、日本と海外の欠点もちゃんと把握したい人、自分の人生何か物足りないと感じてる人、食べたことない料理や行ったことない場所に憧れを抱いてる人、他にもいろいろあるけどこんな感じです。2. 移住に向いてない人、日本から逃げて楽をしたいだけの人、結構海外で働くのは心が折れます。他力本願で無意識に人に頼る人、無意識だから仕方ないけどいざという時困ります。日本が大好きすぎて日本を出たくない人、日本が大好きすぎるなら日本にいる方がもちろん幸せです。私もなんだかんだ日本は好きです。海外にもたくさん行ったけどやっぱ日本が一番。でもちょっとでも海外に興味があるからこのチャンネルにたどり着いたんじゃない？マレーシア移住ならハードル低いから気軽に移住ができちゃう感じです。だからこそ向き不向きも大事になってきます。マレーシアだけにとどまらず、いつか他の国に行きたい人のステップアップにもなります。よくみんな次はどの国で働きたいか話していたりします。で、一旦他の国に行ってみるけどまたマレーシアに戻る人が8割。他の国はいろいろ大変なんですよね。私も一回セブンに行き働きましたが、絶対定時に上がれなかったし、上がる5分前にめんどくさい仕事をわざと振られて上司は退勤。私は上がるけどあと大丈夫？嫌味かよと思いながら深夜まで働き、帰宅してもパソコンカチカチ。そんな1年上の先輩の姿を目の当たりにし、彼女が退職するタイミングで次は私にも負担が来ると思い、人生プランと違うから自分の人生のために退職しました。今はマレーシアに戻り、本当にあれこれ言いながら良かったと思います。マレーシアでお待ちしています。